動画をご覧いただきありがとうございます。ゆずこしょう研究家のあおさんです。今日は夏野菜をもりもり食べれるゆずこしょう焼きびたしをご紹介いたしました。あの焼きびたしのねつゆにゆずこしょうを加えることでね、もうとっても美味しくなります。そしてねゆずこしょうと一緒にあの今回酢を加えてるんですけれども、まあこのゆずこしょうと酢の組み合わせのおかげでさっぱりかつもりもり食べれることができます。はい、このねあの連日暑い日が続いていますけれどもね、あの食欲のが落ちがちな時期にねぴったりなレシピになっておりますので、ぜひともお試しいただけたらと思います。今回あの映え的にねあのいろんな野菜を使ったんですけれども、ナスだけとかピーマンだけとかでもね全然大丈夫です。もう全然あの美味しく食べれますのでね、あのいろんなお野菜で試していただけたらなと思います。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、いいね、高評価いただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。イエーイ。あ、こっちだった。